紫パープルタワーアスパラス。あ、またアスパラなんだ。そうそうそう。でも2年後だ、2年後、3年がかりだって。3年がかり。終わった。綺麗には終わってないけど、一回笹どけないと。これやっててもすごい音だからさ。これ相当うるさいでしょ。結構来てるかな。鼻水ダラダラ。ああ、すっきりしたね。なくなっちゃったね、笹。一応スイカで入れる。まあ、うん、後であれだったら動かせるけどね。うんうんうん。戻ってこないことを願って。はい。うん、シャワーしかないの。もっとジャバーって出る。っていうか、その先端外しちゃったら。なるほど。一回水止めて。もう頭外しちゃったら。あとウォーターフロー調整しとかないね。うん。どんくらいで水が溜まるかね。どのぐらいだべね。結構上だなこれ。針金伸ばさないとダメってことでしょ、下げるのは。針金あんの。それやる以前にどんどん抜けたり体重よりも多く抜ける可能性はあるからね。でもこの針金ちょっと細いかな。うん、細くて調節できないかも。これやんないとダメだ。うん、やっぱりダメだ。結構だね。うん、ダメだね。止めた方がいいね。こんなとこからだね。こんな下からこっちからも、うん、こっちからあっちもこれはいいか。はあ、やばいね。いい曲だね、これは。お決まりの。でしょ。土が柔らかくなった。でもすごいすごい。これラスト。どうもどうも。さあ、ご飯食べてって。あ、ちょっと用事あるんですよ、俺。あ、マジで。すいません。あらら、すいませんね。また改めてゆっくり。うん、改めて。いいとこ行きましたね。行ったと思うよね、これね。現地な楽しみにしてます。どうもどうも。ありがとう。またいつでも。どうもどうもありがとう。ではどうも気をつけて。ご自愛を。ありがとう。